こんにちは、ゆうです。バザーのお時間です。はい、今日誕生日の方、おめでとうございます。今日、無課金アカウント、柴犬丸、やっていこうと思います。今日はね、久しぶりの動画で申し訳ないんですけど、今日は、最近柴犬丸ガチャ動画ばっかだったんで、今日はちょっと2連だけね、ガンホーコラボガチャこそ引きしまして、こちらのキャラが当たりまして、何やったっけ、変身後がオリジンゼロか、オリジンゼロ使って、クエストレベル15やっていきたいと思います。ね、フレンドにはね、タイトルとサムネあるかな、ちょっと僕作ってから考えるんで、まだ決まってないんですけど、僕のお気に入りのキャラで組まして、ちょっと現在にはそぐわない無課金アカウントでちょっと縛ってクリアしていくというチャレンジでございます。それでは、パーティーご紹介します。はい、こちらですね。オリジンゼロ、名前忘れた。セリーヌ・ディオンですね。はい。セリーヌさんついてないですけどね。はい。それではご紹介しましょう。オリジンマキナ。これ変身後があれですね。オリジンゼロって言うんですけど、はい。ここのね、シンクロしようぜ、できてないんですけど、はい。ちょっと無理かな、このアカウントまでは。はい。じゃあ全体性にスキルチューン2つ。明瞭ではっきりとしたサウンド。76リーダーなんですよね。76リーダーで、ちょっと待ってください。76リーダーでリーダーチェンジに5ターン変質で、それからは、2ターンの間ダメージ吸収と属性吸収無効化で操作時間2倍、回復光回復ルーレット1個生成で自分のダメージ上限値が86とリーダースキルが光の2コンボ以上でダメージ半減攻撃力が17倍、3コンボ加算光属性の全パラメーターが 2.4 倍となっております。ここのね、ほんまシンクロしようぜ、もうできたらね V 破壊もできるんですけどね。はい。でこちらが X フォローしてくださっている方はあれかな、ご存知かな、柴犬丸アンケートスーパーゴッドフェスの時にちょっとこそ引きしたんですけど、はい。実は、スティード当たりました。はい。スティードに、消せない解除、スキルチェーン2つ、受け継がれゆく魂の絆、これウルトラマン武器のなんかかな。副属性光にしつつ、7コンボ強化と、お邪魔耐性と、指と、あと、泥鏡を補えるということで、ちょうどいいかなと思って、はい。つけております。あと、こちらが、今回の無交換2枠ですね。はい。進化スキルがこのような感じになっております。で、こちらが、無駄に引けたタケルですね。はい。タケル&エンジェモの方ですね、今回は。で、中学生に、熟成、スキルチェーン2つに。こっちも消せない解除になってる。まあ、か、どっちか上限解放にしようとしたんでしょうね。もういいです。はい。スキルチェーン2つに消せない解除。あと、申請コードが、ラスの見るべきですね。はい。で、スキルが、シールドを1つ破壊、セブンズナックル1つ、一旦の間、盤面 7×6 マス、受けるダメージ激減、自分のダメージ上限値が125億になるんですけど、こちらが、ちょっとね、そのリーダースキルの関係上、ギャウギャウとかが受けれないんですよね。で、その激減枠かつ、その盤面を奪い返す枠に、ちょっとエンジェも入れております。はい。で、こちらが、普通に、光&テイルもですね、小学生熟成に、アシストのゴースト解除に、スキルチェーン2つ、あとは、キャプテンマーベル、なんか板じゃないですか。はい。協調の時流行った。で、それをつけて、スキルと、チーム HP と、テッド、あと、ドロキョウと、補っております。で、こちら、セリヌ・ディオンには、自分のには、ビューティフルメモリーが、バレンタイン・ヴィーナスの武器をつけて、スキルチェーン6つ、スキル支援がちょっと多いんでね、はい。で、毒も補えて、スキルも補えてっていう感じですね。で、こちらがフレンドさんのディオンなんですけど、フレンドさんのディオンには、潜在は一緒で、ウルトラ武器つけていただいております。で、バッチが HP プラスです。はい、それでは、11月クエストレベル15、これで破壊していきましょう。ヘブンズナックルかましましょう。かましましょう。それでは、最高。いやー、ちょっとね、ここはね、運要素は結構強めなんで、遅延がランダムっていうのもあって、はい、それはしゃあないんですけどね。一回勝てばいいんで、こんなの。はい。で、録画できてるね。よし、じゃあ。はい。こっち使って、なぎ払えば済むことだ。なぎ払えば済むことだ。を使いまして、こちらはもうちょっとあれか、変分じゃない。使っとこう。あのね、2ターン目から、2ターン脇されるとギャウギャウが2ターン目に出てきた場合に、ちょっともう、
ヘブンズナックルがないと積んじゃうんで。よしよしよし、ここでヘイストかけとかないと。オッケー。で、あと回復も自分で振らさなあかんっていうね。はい、おー、今回出てこなかったっすね。オッケーオッケーオッケー。まあまあまあ、それはそれでいいんですけど、全然。で、これは省エネでいきましょうか。あの、夜が薙ぎ払えば済むことだが、あの、まだ解放されてるんで、上限。はいはい。ほんまこれで強調取りたかったんですけど、何だったっけ？マーベルが出てきてから強調取れたんですよね、確か。オッケー。いい、オッケー。取れてるよね、これ2回ぐらい言ってへん、なんか。よしよし。侵入者発見。で、暗闇は大丈夫。はい、ルーレットはちょっときついけど、で、まず一旦やり過ごしまして、で、こちらでこのメガフレアで焼き尽くしてしまって、はい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 、あー止まって、もう一応、ああ、振ってこうへんか。これ、まあ、ギリ耐えれるんですけど、おっと、真ん中残すに成功した。おお。オッケーオッケー。ああ、ちょっと待って、ちょっと待って。危ねえ。3ターンあれ、3ターン。あ、はいはい。これじゃあ、ちょっと残り2でいこうか。ちょっとこっちは溜まっちゃいそうなんで。このメガクレアで焼き尽くす。あ、で、スピード使うの忘れてた。はいはい、オッケー。で、こちらも大丈夫だね。で、ここでちょっと、ホーリーヤローを使っておきますね。上が溜まるとね、その、覚醒無効が来た場合に、めんどくさいんで、逆やった方が良かったんですけど。よし。はい。はい、オッケー。よし、オッケー。で、次が、4フロア。あ、ここか。ここは大丈夫。2ターン稼げるから。次ぐらいに一発覚醒向こう来るんやったかな。どうやったら僕も。このメガフレアで焼き尽くす。多分この、全パラなんで、軽減バリスってあれかな。なんかウルトナとか、シールフ時代の、軽減バリスで全パラやから、多分ね、軽減入っとかんと耐えれないんですよね。ギャウギャウがね、あの、よし、オッケー。ここは大丈夫。このメガフレアで焼き尽くす。はい。スピード、馬娘ちゃう。あの、ごめんなさい。あの、本番。最近出現が多い。よし。ギャッ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 。で、属性吸収も関係ないと。うん。よし、馬娘も溜まって。ああ、ここは消せない解除か。オッケーオッケーオッケー。消せない解除、無駄にあの、多分ね、僕、スピードをね、このメガフレアで焼き尽くすって話は全然ハモれてもいないし、中村雄一さん、フューチャリング U もできなかったんですけど、今。はい。あの、中村雄一さんっていう、僕、声優さんが大好きで。五条先生、最近にやったら、呪術廻戦コラボの、やったんですけど。そこの声優さんですね。よし、オッケー。で、アストラルボディ。ダイナマイトボディ。ハーミットシールド。蜂蜜食べたいな。杖が魔力で振られてました。で、ここで、このメガフレアで焼き尽くして、ここは上大丈夫だね。オッケー。じゃあ、馬娘使って。オッケー。まず僕、馬娘とか言い出して。馬ロボやね。はい、ごめんなさい。馬娘言うたらあかんな。はい、あー、けっ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 け、危ねえ。はいはいはい。オッケー、よっしゃ。杖の光が赤くなる時間だ。あ、それいろっと。なんか疲れて。ハーミットソウル。ウルトラソウルして、はい。ウルトラソウルまではちょっととっさにできたんですけど、ハイまで再現しちゃうと思わなかったですよ。世界水泳って今年でしたっけ？
よし。オッケー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 。はい、オッケー。トゲが多いんですけど、全パラにね、合計で、何ぼらかってんのこれ。はい。で、これ、ここがあれか。カウントしっか。フレアで焼き。まぁ、ちょっと、さっきまで、その、ラジオ配信してたんで、あのね、喉が、ちょっと、声が少しだけ枯れてるんですけど、あと寝起きっていうのもありますね。はい。よし、OK。で、スペルカウント2。了解。ちょっと、ルーレット湧きしようか。で、ヘブンスナックは大丈夫そう。で、ウマ娘使って。で、クノメガフレアで焼き尽くす。これで、OK! これでいいや。はい、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 はい。よし、OK! ワンパンできたね。よっしゃ。で、僧侶の断り。僧侶の、僕ら多分、生放送で、生配信させていただいたときに、いや、フレアで焼き尽くすしたんで、いや、焼き尽くすはしてないんですけど、メインアカウントはそうですね。大概生放送で最近クリアしてるんで、その場のノリで。よし。オッケー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 。よし。はい。よっしゃ、無効貫通継続中でよかった。逃走中みたいに言うなって。はい、ヒエログリフされて。ゴールドホリックね。オッケー、ボタンを。で、焼き尽くす。はいはい。で、ここ耐えれるちゃうかな、激減あったら。いや、ここが5ターンでしょ。今光2コンボできたかな、できてるかな。3か。ちょっと待って、ヘブンズナックル貯めようか。よし、んで何消してもいいけど、とりあえずトゲ抜きしようぜ。一狩り行こうぜみたいに言ってるけど。いや、今やったらあれか。せっかくあれやん。シンクロしようし。噛むってね。シンクロしようぜ。はい。言ってたんで。で、1で、これが、属性吸収だけね。じゃあ、ヘブンズナックルで、耐えれるかな。このメガフレアで、まだ焼き尽くせえでへんけどね。よし。よしよし。はい。オッケー。はい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 。よし。さよなら。されない。このメガフレアで焼き尽くす。よかった。さよならされずに。これって、どうやったっけ？まだいけたっけ？トトさん？トトさん？ごめんなさい、ソティスさんでした。はい。ねえ、ナイズの加護。5ターンまたあれか。そうか。4ターンね。ちょっとこの次に、あれやったら、ちょっと待って。一応攻撃してこうへんかね。攻撃してこうになったら3ね、オッケーオッケー。じゃあエンジェボン貯めようか。はい、よし。2でもういったんだ。1、オッケー。じゃあここでこっち使って、ゼロ使って、オリジンゼロ使って、上が3万が一番強いあれなんで、きつくっす。ここ絶対コンボ見せたらあかんよ。
ここでいいか、ここでいいか。よし。多分ね、トティスさんって、トトとソティスさん混ぜてモテる。トティスさん。サザエさんみたいな。オッケー、よっしゃ。これで次ギャグが出てきても大丈夫。あー、出てこなかった。まあまあ、それはそれでいい。大丈夫。で、覚醒の子もあるんで、ここでホーリーヤロー、しといて、それでは、この目がフレアで焼き尽くす。あかんの、僕、あまり中村雄一さんと息が合わないようです。はい。よしよしよし。はい。はい、オッケー。ちょっと待って。喉カッサカサすぎるわ。すいません。ちょっと、無欲なスプレーします。もし負けたらと思ったんですけど、僕のスプレー言ってるんですけどね、勝手に。はい、よし、このメガフレアで結構あれかな、生放送とか来てくださってる方は僕なんかたまに喉スプレーするの見てくださってると思うんですけど、ぜひぜひぜひ。最近あれ生放送多めなんですけどね。よし、まだランバー来てるんですけど、皆さんどないですか？僕はもうなんか、もう筋症炎じゃ筋肉痛と腱症炎に、まあどっちもなったんですけど、マジちょっと、ヘブンズナックル、ええとこで喋んな。オッケー。この目がフレアで焼き尽くす。はいはい。僕は今ギリ入れてないですね。はい、なんか初日入れたんですけど、あっという間に落とされて、最大あれかな ?170 秒も残せてないですね、僕、ほんま。よし、OK。よし、OK。はい、OK。キングメダルの輝き、輝いてもらって。これもウルトラソウルか黄色のメガスで光になるってことは。ほんで、そのウルトラソウルとか超テント、絶対倒さないと、絶対に負けられない戦いがあるんで。よしよし、はいはい、危ない、これやばい、コンボ。オッケーオッケーオッケー。76やから、当時あれか、76じゃなくてやったらちょっと難かったけど、76やったらまだ割といきますね。はい、で諸葛亮孔明ですね。オッケー、百戦弓道。じゃあこの目がフレアで焼き付く。やばいな、これ。ちょっと盤面実際も行かなあかんな。盤面奪い返せへんな。ちょっと、ただ、でも、そして、あ、もう、ちょっと、これで耐えましょうか。行ってまんように、よしよし。オッケー。多分これ76なんか、この次確かシャンメンやったんですよね。別に76、56番面は苦じゃないんですけど、僕。むしろ得意。ただその弱体化されたらされたら鬱陶しいんで。よし、OK。あと2ターンでしょ。最悪ルーレット作ったらいいしね、マキナで。マキナちゃうわ、ゼロで。で、この目がクリア。これで、ええか。で、10コンボはいかへんけど、ストップ。あぶねえ。回復はないなぁ。どうしようかなぁ。ルーレット、働きしたいけど、次考えて。はいはいはい。落ち込むないしね、ほんま。あ、いけた。おぶね、今こそらヘブンズナックルされてもどうしようもないよ。で、とりあえずホーリーヤローしまして、これで、ここも使わんでいいな、使わんたくないですよね。よしよし、いけそうっすね。よしよしよし。
ッケー、10コンもいったらな、もう大丈夫。メガフレア。で、これでしょう。で、ルーレットじゃあここで、この面でいったら少ないってこと？おぉ！ちょっと待って。内心焦ってるんですけどね、全然。で、ここはちょっと、確か、ウラシュラと同じなら、このルーレットを浮気せんでも、ジャブ程度やったら、そうやね、そうね。で、このメガクレアで焼き尽くして、はいはい。はいはい。はいはい。はい。はい、オッケー、よっしゃ。で、次が、エンジェルモンか。エンジェルモンちゃうわ。ごめん。シーンはね、エンジェルモンここタップしてたから、はい、オッケー。じゃあ、今娘行きまして、この目が無理やり焼き尽くして、はい。よし。OK。はい。よっしゃ、OK。ちょっと待って、次、経験とか。あ、目の上げてトライアル。トライアルちゃうわ。これあれやんね。なんか中途半端にした、なんか、発狂ラインなんか確か浅かったような気がすんねんな。で、ブンズナックルもしちゃおうか。で、ゼロも解放して。よしよし、はい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 、はい、しっかり押し込んで芯を入れて、これでや、よし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 、オッケーオッケー、ナイス、さすがにいけるでしょ、ワンパン。オッケー。強いね、負けてらんない。負けてくれ。ゲートオープン。魔法、なんとか、メノア。テンペスト、ヒーリングシンドローム、オッケーオッケーオッケー。ヒーリングシンドロームは非常にまずいな、これ。よしよし。待て、まずいって、マジでまずいって。ちょっと2球だけちょっと待って、しっかりヒーリングされた場合にちょっと光を取っときたいんで、危ねえ、いや全部消えて持てるけど取った光。オッケー。効かないね、効かないねっていうか半分消せないですね。テンペスト来て、はいはい。で、この目がクリアに焼き尽くして、はい。こっちね。はいはい。はい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 。あ危ねえな、ちょっと待って、次ヒーリングシンドロームやめてよ。よし、OK、レプタイクドロップ目覚めで、エノアシステム、 OKOK、 危ねえ、でリアローしといて、でこれも使おうか、スティードウマ娘使おうか、ウマ娘オンで、このメガフレアで焼き尽くす。あと2ターンね。はい。これで、
ちょっと待って、よかったよかった、回復落としにできてた。もう行ってくれ、さすがにいかへんか。でもいや、エレメントシフト、オープンね、水吸収、オッケー。じゃあこの目がフレアで焼き尽くす。で、ちょっと絶対ここミスらんときな、ミスらんときなって、人ごと変えて自分でやっときながら。オッケーオッケー。で、これで、はいはいはい、10個もいって、よっしゃ、オッケー。ごめんなさい、ずっと画面集中してた。いけたね、オリジンゼロなら。ちょっと動画見ようか、せっかくなら。はい、こちらでございますね、経験値が。はい、それでは報酬受け取りましょう。あ、12逆にやってんかったんか。12はまあこっそりやっときます。12こっそりやって、次マガジンクラブ来るのかな。マガジンクラブかガンホクラブ、どちらか聞こうか。またクリアタイム見てみましょうか。そうですね、21分、あ、39311841 番号で言うなって。はい、こんな感じでね、クリアできますんで、はい、ぜひ皆さんも、オリジンゼロ控えた方はセリーヌ・ディオンと組ませて遊んでみてくださいませ。はい、そしたら今回はこの辺でお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。結構ね、ほんまね、ディオンね、昔のキャラなんですけど、僕結構思い出もあって、はい、いいんで、はい、昨今ね、ちょっとクエスト簡単になってきてるんで、ぜひぜひ皆さんね、好きな編成でクリアしてみてはどうでしょうか。それでは、ごめんなさいね、動くのスプレーしたのにね、はい、ぜひぜひ動画の感想や、チャンネル登録まだの方もちょっと、あと評価もよろしくお願いいたします。それでは見てくださった皆さん、ありがとうございました。動画の感想もお待ちしております。それでは、お会いいたい私ゆうでした。じゃあね、バイバイ。